はいどうも荒川です。漫画家として活動している女でございます。読者の皆様からお手紙をいただくこともありまして、その一つをご紹介しますと、自画像が牛なので男性の作者かと思ってました。ホルスタインイコール乳牛イコールほぼメスというイメージだったんで、カルチャーショック。農家の常識は社会の非常識だった。九頭目牛社会。いやー、しかし牛たちってのんびりまったり暮らしていて気持ちよさそうですね。そう見えますが、牛社会も人間社会と似たような問題を抱えてるんすよ。似たような問題？いじめです。そんな世知辛い問題が。限られたスペースで集団生活をすれば、人間も牛もトラブルが発生する。そこでフリーストール牛舎における牛のいじめを紹介しよう。フリーストール牛舎とは、牛を首輪でつながず牛が自由に歩き回れるスペースを持った牛舎のことである。ここに市場で飼われてきた新顔の牛が加わると、元からいた気の強い牛がいじめに来ることがあるのだ。回転ブラシでかゆいところをブラッシングしているとき、いじめっ子の牛に追い払われてしまう。水飲み場で水を飲もうとすれば、いじめっ子の牛に邪魔をされる。自由に歩き回れても逃げ場がないですね。広い放牧場だったらストレスがなくていじめをする気にもならないのでは？それが放牧場の中でもわざわざいじめられっ子の牛をどつきに行くやつがいるんですよね。というわけで、皮肉なことではあるが、自由に動けないつなぎ飼い牛舎の方がいじめに合わずにホッとできる牛がいるのだ。昼は放牧、夜はつなぎ飼いという組み合わせが牛にとっては一番ストレスがかからないらしい。それでは荒川農園の牛たちがどんな一日を過ごすのか、そのスケジュールを見ていこう。5時1回目の搾乳、そして牛たちの朝飯。9時牛をつなぐ道具スタンチョンを外して放牧。12時頃まで運動。13時放牧場から戻り昼飯、スタンチョンにつなぐ。15時おやつ、牧草を発酵させて保存したロールサイレージを与える。17時2回目の搾乳、その後夕飯、ここでは乾燥を与える。牛の一日終了。百姓貴族、百姓貴族よ。つなぎ飼いだと牛の寝床はここで決まってるんですか？しつけをしたら自分の寝床を覚えて勝手にスタンチョンに入ってくれるんですよ。この長い牛舎の決められた場所に間違わず戻ってこれるなんて、牛たちは頭いいんですね。牛のいじめもなくなって。つなぎ飼いでもいじめあります。まだあった。隣の牛の水を飲ませなかったり、隣の牛の昼飯を盗み食いしたり、ずる賢いやつがいるんすよ。ではいじめられっ子の牛はどうすれば？大丈夫、いじめられた牛の心休まる日は必ず来ます。なぜならば、何年か経てばいじめっ子の牛が先に廃牛になるからです。この前大きなトラックが来ていじめっ子が連れてかれたんだって。そうなの？どこに行ったのかしらね。よくわかんないけど平和になったからいっか。私ストレス減ってお乳いっぱい出るようになったよ。わあ、よかったね。という牛たちの会話を想像して青ざめる石井さんであった。なん